コナン、下がれ。弥彦、あいつはもうこの世にはいない。3年前あの村で死んだ。でも村を爆破したのは俺たちじゃねえ。死んだ事実は変わらない。仲間、俺の仲間も今オロチマルの器にされそうでヤバいんだってばよ。弥彦も私たちにとって大事な仲間だった。サスケのやつ今グレちまって自分からオロチマルのところへ向かっちまったんだ。仲間同士なんだから分かり合えるはずなんだ。だから俺は絶対諦めねえ。俺は諦めない。みんな仲間になっちまえばいいんだ。そうすれば戦うことなんかしなくても話し合うことで分かり合える。諦めちまったら木陰になんか絶対なれねえからな。そんな、これは偶然か。だからよ、仲間になれとは言わねえ。まずは俺をチームジライアに入れてくれねえか。つか俺もそもそもエロ仙人の弟子だしな。エロ仙人の思いを俺も受け継ぐ。